お疲れ様です。釣り合いの岩尾と申します。この撮影で、エアラインのウェブサーバーを新作成するの一番早いやり方を見せます。一番早いやり方っていうのは、最近エアラインの NPM みたいな、NPM みたいな開発ツールがありますので、それを使って、もうどれぐらい早くできるってもう見せたいです。じゃあ、使うウェブサーバーは、エアラインのカウボーイっていうすごい有名なウェブサーバーを使って、この便利な開発ツール ZX も使って、1分以内はできます。ZX Create Project。プロジェクトの種類。2番。カウボーイ Based Web Service。これがただのエアラインウェブ、なんでものサーバー。3番はライブラリっていうの、プロセスは何も生きてなくて、ただ関数が書いてるモジュールだらけっていうプロジェクト。だからスーパーバイズとか何もない。で、GUI アプリケーション、デスクトップのアプリケーションと、CLI テキスト端末のアプリケーションと、スクリプト、エアラインのスクリプト。で、2番、今日は。じゃあ、プロジェクトネーム、適当だから、なんかの、ウェブのもの。じゃあ、いいよ。パッケージネーム。なんかのウェブのもの。OK、いいよ。はい、NNWM ってパッケージの名前。これはローマ字しか使えない。バージョン。はい、0.1でいい。プリフィクション。NNWM。N は短すぎて、ネームスペースは、多分別の N 配分何かが存在してる可能性があるから、 NNWM でやりましょう。Author's name。俺は岩尾だから、岩尾。はい。で、E メールは、スパム送らないでくれ。License。8番。Project Description。なんかの、ウェブのものですよ。じゃあ、いいんじゃない ?OK。Project Repo。Repository URL はない。Repository はないから。ウェブサイトもないですね。今は。OK。これは確認。最後の確認。何か編集したかったら、段番って入力してもできる。で、これが、はい。もう、終わり。NNWM っていうプロジェクト。これが Realm。OTPR はのオープンソースの Realm の NNWM っていうプロジェクトはもう作ってる。テンプレートで。テンプレートからプロジェクトを作ってる。で、NNWM のディレクトリ行ったら、ZX、H、今回 H、ZX だけじゃなくて、ZX、H を使うのは、作りたい、実行させたいプログラムを、コンパイルして、必要なパッケージ、ネットから全部取って、コンパイルして実行させる。でも、そうしてから、エアラインのシェル、テキスト端末、出てきて、そのランタイムとすぐ話できること。できるから、もうすごい便利。開発中では便利。もちろん、一般的なユーザーはそれが欲しくないけど、開発者にはすごい便利。で、ZXH、run local っていう命令は、こっちのプロジェクトを実行させてくれってこと。OK。別の ZX run プロジェクト名だったら、もうネットから全部取って、もうこっちでも実行させるってこと。run local は、このディレクトリのこのディレクトリにあるプロジェクトを実行させてってこと。で、初めてコンパイル、このモジュール、パッケージ、必要なパッケージ、カウボーイとランチとかカオラインとか、これがそのウェブサーバー自体、全部も取って、今、コンパイルして、もう実行させてる。もう始まった。で、これが、デフォルトは、ポート8080で動く。で、ローカルホスト、
8080行ったら、これ、こうなります。で、これもう F5、再表示、再表示とか、バン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 できる。っていうのは、そのサーバーが何回、これ、何番目のヒットで、第何番ヒットとかで分かってるってことは、プロセス、一つのプロセスは、ステートを管理してるってことね。で、そうそう、プロジェクトの中、前を見たら、このディレクトリーの中にすごい一般的なエアラインプロジェクトのレイアウトがありますね。イベントソース。で、ソース、ソース見たら、これがアプリケーションモジュール、NNWM。NNWM ステートは、何番目って覚えてるプロセス。これがそのプロセスのスーパーバイザーと、トップは、ウェブのスラッシュ。一番上トップのインデックスの、なんていう、コールバックのソースコードがその中にある。で、カウボーイ使ったことある方は、多分これよく分かってると思いますので、さっきの NNWM トップっていうこと、まあ、こっちに書いてるって、ローカルホストスラッシュだったら、こっちを呼ぶってこと。じゃあこれ、スタート。アプリケーションスタートは、SASO、そのクラッシュマネージャー、OTP のクラッシュマネージャー。カウボーイ、スタートして、そして、カウボーイを、カウボーイの設定を作って入れて、もうスタート。スタート、なんていう、リスナーなんか聞くものは、このポートで聞くってこと。で、トップ読んでみたら、この関数しかない。init2 しか入ってないなので、そのステートっていうものは、キーバリュー、中にマップがある。マップを覚えてるだけ。だから、hits っていうキーを呼びたかったら、error イコール1。読むときには、本当に普通のものが取ってきたら、なんか出てきたら、じゃあそれは何番、今の人は何番で、初めて行くと1+1は、じゃあ次の人は2とかって、じゃあ覚えてくださいって保存するってこと。そしてこのテキストストリングだけ、返事してくれってこと。だから、これできた。で、それは、全部です。以上。これから、どんなウェブサービスを開発、どんな考えがあっても、これからウェブサービスを開発はできます。JSON、なんかカウボーイを使った人はもう JSON のウェブサービスとか、普通のウェブページのサービスとか、なんか何でも、で、ストリーミングサーバーとか、なんかスピーディーで何かやるとか、何でもできます。だから、最初の問題は、もうどうやって最初のウェブサーバーをちゃんと動いてるってか、だからそういう最初のやり方は何ですかとかっていう質問が一番多いから、何か、なんか、カウボーイもちゃんと立ち上げてから開発するのはめっちゃ簡単。例えば、これ変えたかったら、ワーク、っていう開発のパターンはこんな感じ。そのモジュールだけ、カウボーイのもの全部もう、コンパイルされてるから、なんかの編集したら、編集したモジュールだけをもう一回コンパイルして、こっち来たら、もう、はい、もうできた。だから、もう、これからは何でもできますよ。それが一番簡単なエアラインウェブサーバーの新作成方法だから、もう、ちょっとやってみてください。はい、以上です。バイバイ。